次、シーキングアイデンティティだと。あ、来ましたね、自分探し、はい、追求アイデンティティの追求だと、はい、アイデアリストは自分のアイデンティティ、個人的な意味、これは何を示しているか、括弧つまり真の自己、個人的な意味、真の自己を追求するために多くの時間を費やします。それは彼らが自己中心的、自己利益追求型、利己的であるというわけではありません。他者の自己にも確実に焦点を当てています、うん、あるんですから、はい、はい、っていうと一つなんですから。何がですか？本当の自分は、はい、本当の自分を探す必要性が分からないですんですかっていう感じです。で、はい、で彼らは自己中心的なんじゃなくて他の人のところにもそうやって見てますということですね。そういうことをよく言いますよね。言いますね、はい、これをやってんのかどうか分かんないんですけど、はい、しかし自分自身または他者の場合でも NF は自己に焦点を当て、それに集中し、それに専念していますと。そして彼らが焦点を当てる自己は他のタイプがその言葉を使うときに使う自己ではないですと。 SP、SJ、NT にとって自己という言葉、かっこそれを考えることがあれば、自己という言葉は他人との分離を示すか、最大限に言えば個々の行動や視点を指しますと。しかしアイデアリストにとって自己は大文字の S であり、大文字の S でありの意味がちょっとあれなんですけどね、はい、その人の特別な部分であり、一種の個人的な本質や存在の核であり、宗教的思想の魂や精神に似ていると考えられています。 NF 型はこの真の自己を見つけることに情熱を傾け、自分自身として成長すること、自己実現を追求します。したがってガンジーは、私が達成したいこと、私がこれらの30年間努力し渇望してきたことは自己実現ですと書いています。確かに NF 型は自己実現に非常に熱心であり、彼らはしばしば人文主義の心理学者によって書かれるアイデンティティを求める人格と呼ばれることがあります。例えばカール・ロジャースは彼の著書人となることについてで、アイデアリストが自己を探求する様子に驚くほど洞察力を持って言及しています。人となることとは、個々の人が内面的かつ実際にそうであるプロセスと、知りうるし受け入れる方向に移行することを意味します。彼は自分ではないもの、仮面であることから離れています。彼は自分が何かになろうとしておらず、それに伴う不安や大げさな防御体制の感情を抱いていません。彼は自分が何かになりすぎるようにもしていません。それに伴う罪悪感や自己評価の感情を抱くこともありません。むしろ彼は心理的で感情的な存在の最も深い隅々に身を傾け、ますます正確かつ深く自分が最も真にあるべき自己であることに意志を向けるようになります。このね、アイデンティティに割かれている 文章がめちゃめちゃ多いです、はい、アイデアリストは自己実現に生涯を捧げ、本当に自分らしい存在となり、真に自分自身であるアイデンティティを築こうと努めます。彼らはどうすれば本当の自分になれるだろうかと問いかけ、ヘルマン・ヘッセのキャラクターシッダールタのように、時には知的に、時には霊的に、時には物理的に、生まれ持った可能性を具現化し、完全に自分自身になるための道を探し求めます。しかしアイデンティティを求める旅路は決して明確には示されていない。シッダールタが疑問に思うように、しかしこの自己、この内なるものはどこにあったのか。それは肉と骨ではなかった。
それは思考や意識でもなかった。賢者たちが教えていたことだ。ではそれはどこにあったのか。自己に向かって進むには、それを求める価値がある他の方法があっただろうか。誰もその道を示さなかったし、それを知らなかった。彼の父親も、教師や賢者たちも、聖なる歌も知らなかった。彼らは多くのことを知っていたが、それらのことを知っていても、唯一重要なこと、たった一つの重要なことを知らなければ、それらのことを知る価値があっただろうか。理想主義者は、アイデンティティの追求を自分たちの生涯で最も重要な事業とみなし、言葉の才能を持って、それが全ての人にとって必要な巡礼であると主張することがあります。非常にしばしば、他のタイプである SJ、NT、および SP は、自己の探求が彼らを引き寄せていなくても、この目標を追求すべきだと感じて悩んでいます。自己実現の探求に参加しない人類の 90% 以上の抵抗は、理想主義者にとって大きな神秘となっています。なんでやらないのって思ってるってことですかね。しかし、この探求の中心に巻きついている逆説は、さらに神秘的であり、つまり自己を追求することは、実際には自己を見つけるという達成と根本的に両立しないということです。多くの NF にとって、自己を求める探求は非常に目的そのものになり、彼らの人生を支配することがあります。したがって理想主義者の真の自己は、自らを探求する自己になり、言い換えれば、彼らの人生の目的は人生に目的を持つことになります。しかし、目的が目的を持つことである場合、どのようにして目標を達成できるでしょうか。自分自身になることを意図している理想主義者は、自分自身になることができません。なぜなら、自己に届こうとする行為そのものが、すでに手の届かないものになるからです。自己発見への熱意の中で、理想主義者は逆説にとらわれる可能性があります。彼らは自分自身であるのは自分を探し求めている場合に限り、そしてもし自分を見つけたら、それ以降は自分でなくなってしまうのです。彼の人生の晩年、シッタールタは自分を探し求める一生を過ごした仏教僧である友人のゴビンダに、探求と発見のこの間の矛盾を説明しようとします。シッタールタは彼に対してこう会話があります。君は求めすぎている。その結果、君の探求が妨げとなり、何も見つけられなくなっているんだよ。それはどうして?とゴビンダは尋ねました。誰かが何かを求めているとき、シッタールタは言いました。それは非常に簡単に起こります。彼は何も見つけることができなくなり、何も吸収できなくなります。なぜなら、彼はただ求めているものを考えているだけで、目標があるからです。彼は自分の目標に取り憑かれているからです。求めるとは目標を持つことを意味しますが、見つけるとは自由であり、受け入れることであり、目標がないことを意味します。なるほど、はい、探求は発見を妨げ、アイデンティティの探求は独自の障害となります。確かに一部の理想主義はシッタールタの視点に達し、真の自己を見つけることができます。シッタールタってお釈迦様のことです ね、はい、ね、これはつまり彼らが最終的に自分自身を完璧な理想像になることへの苦悩を放棄し、単に自分自身を受け入れるようになり、ある程度理想から外れた存在として受け入れることを意味します。しかし多くの NF にとっては、アイデンティティの探求はむしろ内なる分裂と自己矛盾の複雑さへ巻き込まれるだけですと。彼らが理想の自己を求めれば求めるほど、その探求でますます挫折感を感じるのです。このね、はい、カーシーって INTP って書いてあったのかな、はいはい、
なんでこの NF をこの中で否定するんですかね。否定はしてないじゃないですか。矛盾してるよって矛盾まあでもこう君らの夢は矛盾してるよって、なんでこうやって挟んできますかね、はい、このこういう本の中に。はい、まあでもそれは分かる気はしますけどね。否定とかっていうよりはタイプに迷ったりするのも多分そういうとこじゃないですか。それは本当に本当のそれが本当の自分なんだろうかみたいな、さっきのこう、はい、NF になりたくてなってるだけじゃないんだろうかみたいなことを考え出すみたいな。そうするとどんどんこう分裂していって、うん、何が本当なのか全然分かんなくなってくる。だからよくたまにこのチャンネルに、はい、こういうことがあります、私はこのタイプでいいですかって、はい、来るんですけど、はい、俺も知らんっちゅうのって、はいはい、自分も迷ってるっちゅうのって思うんですよね、はい、だからよくみんな決めれるなって思いますもん。そんなにだから求めてないからですよね、きっと NF ほど。っていうとまあ僕も、はい、もういいですけどねで今みたいな感じじゃないですか。もう、まあ考え出して分からなくなるともうこれでいいやみたいな。もうどうせ分かんないものならさ、はい、で現実的に戻るみたいな話が出てたじゃないですか。あ、でもまあこれでいいや、はい、探求ではなく発見ってことですね。発見なのか、日々発見できれば。でもそれもそれはそれでまた妨げになるみたいな話だったですよね。あ、探求はそうだが、はい、発見は違うんですよね。探求していくと多分もう難しすぎて、はい、もう訳分かんなくなって、はい、もういいやってなる、はい、でそれはそれでまたこう自己発見の自己実現、はい、何でしたっけの妨げになるみたいな感じじゃなかったでしたっけ。書いてあったのは、はい、結局自己実現が達成した瞬間に、はい、もう目的がなくなってしまうと、はい、この人はこの人でなくなってしまうと、はい、みたいなことを多分いろいろ考え出すんじゃないですか。だからずっと自己実現はずっと追い求めることになる。じゃあどうすればいいって書いてありましたもうないよって話じゃないですか。いや受け入れろよって話ですよね。受け入れろよ、うん、はい、中にはお釈迦様みたいに悟りを開ける人人類で一人だったじゃないですか、はい、でお釈迦様がどうだったかも分かんないですよそんな、はいはい、でもまあそういう深い視点を手に入れられる人もいるみたいな話。菩提寺の横でガリガリになってさ、はい、で苦行は無駄だったって、はい、幸せだったのかな。そのあだからそこに到達できる人がいるって話じゃないですか。でもそっか、今まで名が残ってるんですもんね、はい、皆さんでも目標って体調目標はまあでもこれ的にいくと刺激ですよねああそっか、はい、でガーディアンズは安全ですし NT は知識ですし。ああそっか、だとアイデンティティだと、はい、苦しいですね。はい、でまあ他のもてと、まあ、他もそうですよね。多分そうですよ。結局あのエニアグラムの話を出すなんですけど、はい、これ囚われですもんね。はい、それを追求したいっていう思いがあって、まあ、完全な安全もないわけじゃないですか。完璧なだし、はい、完璧な知識なんてないし、知識もないしみたいな。刺激はまあよくわかんないし、そもそも刺激はまあ身を滅ぼすよって話じゃないですか。はい、はい、なるほど。組織の一員として基盤やフレームを重視している SJ と、みこしを担いでみんなでバッショイバッショイしたい NF な違いと、こうやってやりたいですよね。みこしに乗って、はい、ガンジーは NF だとここにも書いてありました、うん、NF の解説すんごい抽象的と釈迦は NF なん、まあなんかあそこまでまあ、ぽい感じはしますけどね、悟りとか言い出すと。そうですね、はい、NF っぽいねと。不動的なことに反応して出家したからねと、うん、あの4なんとかですね、4つの門を見て、はい、こりゃいかんと、うんうん、救いたいと、うん、王子様ですもんね。そうですね、王子様です、はいはい、軍属の王子様です、はい、極めれば哲学に。なんであのソクラテスとかも NF だって思ってますけど、はい、NF だがとても理解できると泣いてますよ
ですよね。抱いてますね。はい。自分がないんですよ。あ、自分がないというか、はい、見えてるんですよ、本当の自分が。はい。うっすらぼんやり。はいはい。あの透けガラスで。はい。泣いてるのが分かるんですよ。はい。届かない。それが。はい。はい。届かないから泣いてるんじゃなくて。違う違う。泣いてるのは僕。本当の辻ガラスの向こうの僕。そこは笑ってるんじゃないですか。そこを求めてこっちが泣いてるんじゃないですか。そうじゃない。僕の中では本当の僕が泣いてて、はい。こいつもなんとか。それどっちが本当の僕なんですかね。だから迷うんじゃないですか。で今これをやってる僕がいて、はい、家に帰る途中に考える僕がいて、はい、どれが本当の僕だ、どれが本当の僕だと、はい、で見てくださる方はこれを見て僕のことを書くわけじゃないですか、はい、アホかと。これで判断するなと。いろんな僕がいると。そう、これだけを見るなと、はい、で、はい、で隊長が否定するじゃないですか。で隊長に行くじゃないですか、はい、もうバカ隊長に、俺の老子に何をやっとんだと。すいません、はい、矛盾は一人の人間の中では起こりやすいものだし、それを指摘しているだけかなと思うと、うん、冷静ですね、はい、言いたいことはとてもわかる NF と、うん、自分とは何かとか真剣に考えたことないかもと、うん、僕もないです。じゃあ僕もなんかこれが真剣かって言われると、でもまあ真剣なんか、でもずっとそういうこと考えてるわけですよね。なんていうんだろう、いや今のこの僕がいて、はい、それが最適なところにフィットする場所があればいいですよ、はい、でそれを探し求めてるみたいな。皆さんじゃあそれできてますか。でそれをやろうとしてないみたいな感じ。ゴンポンさんできてますか。それがあなたは今、俺はこれで最大の僕が生かされてるっていう、はい、ところにいますかって話じゃないですか。でそういうことを考えないって話じゃないですか。嘘。はい、もしかゴンポンさんが NT だとしたら、はい、理想があるわけじゃないですか。達成したいと思ってますよね、はいはいはい、達成できてますかと。でもそこには苦しむんじゃないですか、達成できてないって。それを本当の自分とは思ってないと、はい、それ言い方の違いですよ。そんな、まあでもそういう感じですよね。本当の自分みたいな感じで苦しんでるのか、知識みたいな感じで苦しんでるのか、俺は完璧な知識を得られただろうかみたいな感じで、あっていうのと同じってことですよね。 NT としては考えたい、はい、で正なんていうんだろう、自分の中の正解を 見つけ出したい、はいはい、で本当の正解をなんか見つからないわけじゃないですか。見つからないですよね。見つからないですよ。だから本当の自分も見つからないですよ。帰ってきたブーさん、はい、今そうやって本当の知識なんて見つからないよって今、はい、嘲笑おうとして帰ってきましたね、はい、なるほど。釈迦の結論は無やったわけか。釈迦の結論はね、八正道です。はい、N8 の語源でもあります。マインド8です。はい、はい、八正道です。初めて聞きました。8つの正しい道があるです。はい、ルーム8の M8 から違う、違いますよ、はい、八正道ですよ、はい、ルーム8も八正道、八正道です。はい、はい